台湾からギャルで来ました。ギャルですか。あ、じゃあ台湾のギャルです。台湾のギャルで来ました。なんでギャルなんですか。いや、ギャルですよね、日本のギャル。嬉しい、久々、本当ですね、後輩のアベマリアちゃんです。はい、アベマリアです。あ、じゃあはー。あ、じゃあは。今日は銀座、で、あの銀座を案内しますので、私が。え、銀座案内ですか。はい、なんかこの間も銀座案内してくれました。はい、銀座マスター。銀座マスターなので、あの、はい、はい、あの台湾から、はい、観光客で、はい、日本を楽しんでいってくださいね。いや、何の言葉なんですか。え、どっちが帰ってきたの。じゃあランチします。はい、ランチします。じゃーん。おーじゃーん。おーじゃーん。待って、これどうやって食べよう。困りますね、これは。とろろ、とろろかけますか。わからない、ご自由に。ご自由に。え、じゃあかけます。やばい、とろろかけました。そしてニンニク醤油をかけましょう。あー、美味しそう、ニンニク。わー、いいね。やばい。食べますか。はい、早く食べてください。食べます。耳出てるし、やばいね。これどうやって食べたらいいんですかね。切って切れるのかな。切れるの。一口。どう？好吃？超级好吃。超美味しい。やばい。全然噛まなくていいですね。やばい、早く食べてください。はい。じゃあ、わさび醤油でまずいきます。わさび食べれるんですか。わさびいけます。大人。ねえ、やばい。はい、これやばいね。どうしよう。ちょっとこれをこうやって入れて、うん、あ、頭いい。どうですか。肉寿司。肉。あ、いっぱい入れたよ、米。なんか見た目がやばい。どうですか。怒ってる。これですよ、これ。あ、これですか。正解。2時間並んだ回あります。そうなんです、2時間並びます。ディズニーランドレベル。最高。最高、よかった。当たりですね。パフで、すき焼き、こっちは。こっちはすき焼きです。卵やばい。でも、たまのせい。たまのせい、やばい。うん、味違う？味ちょっとしない。え、どうする？しないんかい、味。これ醤油ですか。え、すき焼きの味しないの。しないですよ。あ、そう。ちょっと私が食べてみる。すみませんね、なんで。すき焼き、はい、1回でも、たまのせたまやばい。あ、右前で、右前で。じゃあ、まあ、つける方式で、はい、すき焼きですか。すき焼きをいただきますね。これを、卵を、わー、卵をつけて、うわ、贅沢。贅沢、おいしい。いただきます。味するよ。します。いや、うん、甘いよ。します。じゃあ、私が食べたところが、うん、下のね、うん、下にタレがある。あ、そうなんだ。でも、うん、一瞬わかんない。隠れ、うん、一瞬わかんないけど。、うん、ちゃんとします。ちゃん、うん、ちょこっとね。ちょこっとなんだ。本当に味するのかな。
はい、私たちはあの15分間でですね、はい、あの上盛りですね、あの、はい、午前でですか、そうですね、こうあの完食いたしました飲み物2時間並んで15分待って、はい、15分で食べ、はい、すごいですね、はい、楽しかったですね、遊園地みたいとっても美味しかったです、一瞬で飲みました、はい、次は、まあ、カフェ行ってみて、そうカフェですね、どこだ、こっちか、こっちです、こっちですね、銀座観光して教えてくれるんじゃないですか、誰が銀座マスターって言ったら誰なんでここに、これ知ってます、これ知らない、ローガン、え、ローガン、ローガン、はい、肉のあのこれお菓子、お菓子なのこれ、これを甘いの、あちょっと甘いしょっぱいみたいな、お酒のつまみに食べる、お酒のつまみに、あへえ、なんで銀座にどうかメイゼンシャン、メイゼンシャン、あマルさんの名前のシャン、あ本当だ、シャンシャン、これ美味しいですよ、無添加なんだ、うん超美味しい、おすすめ何人ですか、あのこれモザイクになっちゃうけど、やばい私たちが行こうとしてるところ、もうやばいですよ、めちゃ並んでるから、ちょっともうこれ諦めよう、私たちが行こうとしてるところはどこも人気店です、あカフェも、カフェもこれはカフェでこれやばい、カフェでこれやばいね、めっちゃ並んでる、めっちゃ並んでる、何しよっか、カフェ諦めた一瞬でカフェは諦めて、もう2時間並んだんで、もう並びたくないよね、さすがに、もうダメ、ちょっとじゃあ、はい、買い物ですか、はい、買い物してみましょうか、してみましょう、おすすめありますか、銀座の、あ、シャネルです、はい、シャネルですか、はい、シャネルです、シャネルだけとかって大丈夫ですか買えるかわかんない、あもちろんシャネルです、シャネルか、はい、他にはないですか、ね、銀座シックスです、ちょっと高いな、ハードル高い、当たり前、えやばい、銀座来なきゃよ買い物してましたね、かわいかった、あれちょっとあれ、えええなんかこれ、えあれ何ですかこれすごい立派な立派って何ですか、素敵でしたね、素敵でした、あお土産をもらったよそうね、わざわざホテルに取りに行こうと嬉しい、めっちゃ嬉しいのいっぱいだったね、ありがとう、今日は銀座でデート、銀座マスターに銀座デート、大したあの2時間並んだだけ本当にあの土日の銀座はめっちゃ並びます、本当にそうだね、うダメだね、ダメだねよかった、銀座の、 あの案件じゃないかな大丈夫、いや本当に楽しかったです、マリアの動画にも、はい、もしかしたら出てるかもなんで、何も撮ってないじゃん、わかんない、もうカットされてるかもしれないけど、まあ、マリアのチャンネル名なんですか、はい、あのアベマリアです、で出てきますか、はい、日本人でも、日本人でも、はい、英語で調べてください、はい、お願いしますお願いします、ありがとうね、バイバーイ、バイバイそれではこの動画が面白かったら高評価、チャンネル登録、コメントお願いします、 Twitter、Instagram もフォローしてね。